来る宇宙の暗闇からサメを覚ましてくれ正義の使者ガイア。神聖皇帝ズールはマーンの過去を消し去り新たにマーズを撃ち地球を破壊するよう命令した。洗脳されたマーグは前線基地へ出発した。双子の兄弟マーズとマーグは今互いに敵となり戦おうとしているのである。六神合体が崩れる。五大陸の主要都市が攻撃を受け始めた。何だって？一体どうしたというんだ？レーダー網をかいくぐられたようです。なんということだ。どうします隊長、こういっぺんに来られちゃ我々もどうしようもない。タケル、ガイアだけで十分だ。衝撃波隊長、作戦は失敗です。味方機はことごとくガイアに破壊されました。いや、これでいい。マーズに思い切り超能力を使わせるのだ。そうです、そこにマーズ打倒の鍵があります。超能力も連続的に使えばその能力は衰えるはず。奴を休ませてはならない。連続的に攻撃を仕掛けて超能力を鈍らせるのだ。地球へ潜んでいる超能力者たちへ次の行動を起こすように命令せよ。はっ。隊長、我々も出撃しましょう。うん。タケルさーん。
いや、大丈夫。大したことはないさ。鬼神星のやつら金一個ないんだから諦めればいいんだよな。そう願いたいな。みんなガイアのおかげでね。まったく頼もしいや。いや、ほっとした。一時はどうなるかと思ったが。防衛軍のレーダーがなぜ奴らを発見できなかったんでしょう。地球に潜入している工作員の仕業かもしれん。未確認電波です。発信源はポイント SR180。 隊長、まさかさっきの疑心性の攻撃と関係が。よし、調べてみよう。コスモクラッシャーが。え、なぜ俺に連絡もくれないで。少しは休めってことじゃない。そんな、何が起こったんだ。ひでえ、めちゃくちゃだ。アキラ、減速してこの辺よ。なんだ、何もないや。あれは。レーダーを妨害していたのよ。疑心星人め、くそ、こんなもの。あ、来たな。油断するな。ナオト、だいぶ疲れたようだな、マーズ。隊長、地球まであと1時間です。よし、地球名明神タケルへ挑戦状を送れ。はっ。マーズは超能力を酷使しているはず。必ず勝つぞ。もちろんです、マーグ隊長。
参りたまえ。長官、タケルを連れてきました。タケル、マーグから挑戦状が来た。マーグから？そんな。嘘ではない。たった今テレタイプに伝文が入った。内容は？本日午後5時富士山麓にて待つ。タケルをおびき寄せるための罠かもしれません。大塚だ。長官、疑心性の宇宙船が地球へ接近中です。何？そうか、分かった。どうやら来たようだぞ。長官、俺を行かせてください。待て、まず俺たちが行ってみる。隊長、マーグが戦うなんて。富士山麓へ強行着陸した模様です。予告通りか。来たようです。出迎えてやるか。間違いなくマーグだわ。長官に報告するんだ。はい。マーズ、地球名明神タケルがいないんだ。俺の呼んだのはマーズだぞ。どうした、マーズは。どうしたと聞いているんだ。答えろ、さもないと。隊長、お兄さんが生きてたんだって？ああ。よかったね。でも、どうしてそんなに憂鬱そうな顔してるの？はあ、少し疲れてるんだ。タケルさん、ちょっと働きすぎなんだよ。タケル、連絡が入った。クラッシャー隊はマーグと接触した。それで？マーグに間違いないそうだ。やっぱり、そうですか。クラッシャーが危ない。あ、タケル。ねえ長官、マーグってタケルさんのお兄さんなんでしょ？それなのにどうして挑戦状なんか送ってきたんです？本当のマーグならクラッシャー隊を知っているはず。なのになぜ攻撃を？まだ出てこないつもりか？必ず来ます。しかし超能力の使いすぎで予知能力が衰えているのかも。タケル！来たの？待ちかねたぞ、マーズ。
一体どうしたって言うんだマーグ。俺の兄はそんな男じゃなかった。兄だって俺は一人だ。弟を持った覚えはない。マーグ問答無用。行くぞマーズ。みんなコスモファイターに戻ってくれ。タケル、みんな戻るんだ。コスモでタケルを援護する。了解。たーん、とりゃー死ねーマーグ、やめろ。帰るか、それともここで死ぬか。俺の心は地球人だ。たわごとを言うな。俺は死ねん。死ぬわけにはいかないんだ。俺が死んだら地球も死ぬ。だからお前を殺すんだ。俺は死なん。黙れ、貴様のような奴はズール皇帝の名のもとに。わかって、勝負だ、まず。ダントク、来い。まず来たな、ゴッドマーズ。Whoa, whoa.
ファイヤーが効かない。ハハハハ、思った通りだ。ヤツの超能力は衰えてきたぞ。まずいつまで持ちこたえることができる。タケルは身も心も深く傷つき、重くのしかかる運命に必死に耐える。タケルに訪れる安らぎの日はいつに。マーグ率いる前線部隊が月基地を襲う。隙をついてロゼはミカを操り基地破壊を目論んだ。タケルはミカを救うべく必死に戦う。次回、六神合体ゴッドマーズ、操り人形ミカ、お楽しみに。